アデシコ賞ってことでね、やっちゃいたいと思います。秘密結社、ヘガム総水発中でございます。こちら、京都8です。2歳一勝クラスダート1400メートル戦なんですが、まあ、土曜日はね、えっ、ー、と、千葉でサッカーがあるので、朝から出ます。枠順発表前の予想となります。ご承知おきください。まあ、そういうわけでね、こんな感じでいきたいと思います。軸はね、えっ、ー、と、想定一番人気、ジャスパースレイユ、まあ。初勝利に参戦を要したもののってところでね、 まあ今回のメンバーで言えば、そんなにね、なんていうのかな、人気が、じゃあ、エリートコースっていう馬がいないんでね、それでも持ち時計としてはこの馬が一番マシじゃないかということでね、軸でいきたいと思います。そして、2番人気、アーデル・リーベ。決闘的にはね、この馬、の注目なんですけどね、1000メートルでデビューさせたあたり、 まあ、短距離場に出ちゃったのかなというところ。まあ、前走ね、それから距離延長で勝ちました。まあ、さらなる距離延長とはなりますが、楽に逃げれば、まあ、それはそれで面白いかなということで入れておきたいと思います。まあ、そして3番人気のスリーピース。まあ、初勝利に4戦を要した馬ってことにはなってしまいます。ただ、まあ、ルメール騎乗ってことでね、安状強化には期待をしたいところです。まあ、そして5番人気、ミッドナイトゲイル。まあ、ダート代わりで初勝利となりました。まあ、芝2戦年2敗。 あと、まあ、ダート初戦で勝ってるんで、新馬勝ちに準ずるみたいな感じでね、面白そうなんですが、まあ、持ち時計的に紐でいいかなって感じですね。そして、スカイブルー想定6番人気。まあ、前走ね減給でも2着に検討してますからね、京都代わりで、あの、人を押しあればまた、ワンチャンあるんじゃないかなというところでしょうか。まあ、ということでね、いつも通りです。チャンネル登録とね。 またこうやってやっていくんでねあの、ポチッとなという感じでよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。